い、こんにちは、八木下です。前回に引き続き今日も、iPhone X で、女の子を可愛く撮るっていう方法をやっていきたいと思います、うん、まだ iPhone X じゃないですか？まだ届いてないんです。もうすぐ届くと思うんですけどね。あとちょっと、はいはい、でも今日も iPhone X じゃなくても注意しなきゃいけないことをこう、うん、準備がね、そうそうそう、準備があるから、うん、でやっていきたいと思います、うん、はい、で今日は明るさですね、うん、例えば、まあ、iPhone 基本フルオートじゃないですか、うんうん、それをそのまま撮るとちょっと暗くなったり、うん、明るすぎたりしちゃうんですよね。はい、でどうやるかっていうとタップして上下にすると明るさが調整できるので、うんうん、都合のいい明るさに調整してやる。実際ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあこの状態で撮ってってみましょうか。こう自動だと顔が暗くなっちゃうんでね、こうタッチしてちょっと上にやると明るく、下にやると暗くなる。ここをこう調整してやって適切な明るさに調整してみてください。これ調整普段からあんま使ってないでしょ。なかなか合ってても、ね、合ってもあんまり使わない機能かもしれないの割には普段もっと美白とかなんかね、フィルターで、うん、確かにフィルターに頼りがち。そう、うん、iPhone 純正のカメラでもこう明るさとか、うんうん、自分の思い通りに調整すると気に入った写真が撮りやすいのかなと思います、うん、はい、ということで今日は以上です。また次回。